高月城。高月城は、明治七年、八百七十四年まで、大阪府高月市にあった、日本の城、入江城とも呼ばれる、大阪府指定史跡。室町時代は、入江市の居城であったが、織田信長に滅ぼされ、その後、和田惚政、ついで、高山右近が城主となった。天正元年、五百七十三年からは、本格的な城塞が築かれた。 豊臣氏滅亡後は、内藤信政が上司となり、以降高月藩の藩長として用いられた。内藤氏の後は、時氏、松平氏、岡部氏、長井氏と、たびたび上司が入れ替わった。明治七年、1874年に廃城となり、東海道線が付設される際、石垣や木材などがその資材に充てられた。現在、上域の一部が、 城跡公園として整備され、復元石垣、高山金像が建てられている。十世紀の末、九百九十年に、近藤忠則が、久米路さんと呼ばれる昭丘に築城したのが、高月城の始まりと言われているが、確証はない。高月城の文献上の初見は、大英七年、五百二十七年の桂川原の戦いで、山崎城にめていた薬師寺国町が、 はたの種道に攻められ、高槻城に逃亡した記録である。その後、芥川山城に、三好長慶が入城した、天文22年、1553年には、高槻城は、市城となっていたようで、入江春次が城主となっていた。長慶が永禄7年、1564年に、亡くなると、三好三人衆の一人、三好長一がこの地域一帯を治めていたが、 織田信長が摂津に侵攻。A61 年、1568年9月28日に、芥川山次郎を落城させると、高月城も、無血開城に近い形で降伏した。永 A62 年、1569年1月、本国寺の変で15代将軍、足利義明の住む屋敷を襲撃するときに、三好三人衆と行動を共にしていた、入江春次は敗退し、 自害して滅んでしまったようである。この時逆に活躍したのが、芥川山代主であった、和田これ政で、信長より高槻城も与えられ、高槻城を本城とした。この時から、高槻城は近代城郭として大きく様変わりしていく。キリスト教の最大の理解者であったのは、その後上主となる、鉱山府市であるが、 和田これまさもよき理解者で宣教師を迎え入れたり、城内に教会を建設しようとしたが、白井河原の戦いで戦死し頓挫した。その後、高山とモテル、ウコンフ氏が上司となって天正四年、1576年に念願であった教会を建設。天正十一年、1583年には、修学寮も建設し、寮内には二十カ所の教会。 当時の高槻領人口の60%以上、1万8千人もの人々がキリスト教徒となり、宗教活動を活発にしていたようである。天正十年、0年、1582年6月に、本能寺の変で、信長が討たれると、豊臣秀吉は大阪城の築城に着手し、右近は天正十三年、1585年に、千城城へ転覆。高槻城は、 秀吉の直轄領となり、上司となったが、同年末には、亀山城へ移っていた。高槻城は、豊臣方の大官数名や新城直よりが上司となったが、関ヶ原の戦い後、今度は、徳川氏の直轄地となる。徳川方の大官や青山忠明が上司となり、慶長19年、1614年の大阪冬の陣、翌年の大阪夏の陣で、 高槻城は補給基地となって徳川方の勝利に貢献した。玄奈元年、1615年6月に内藤信正が城主に、玄奈三年、1617年に時貞義が城主となると、高槻城は完全な近代城郭として改修した。ついで、松平家信、岡部千正、松平康信と城主が変わり、慶安2年。 1649年に長井直樹よが城主となる。長井直樹代は、侍屋敷の拡張、城下町の整備、領内では、水田開発、各所に石踏みを建てて、文化行政にも力を注いだ。その後長井氏は13代にわたって、高槻城主となり、幕末に至る。明治4年、1871年7月、廃藩地県により廃城。 明治7年、1874年には、破却が始まり、向町駅大阪駅間の鉄道不設用材として石垣などが利用された。明治42年、1909年から昭和20年、1945年までは、第二本帝国陸軍工兵第四連隊が、駐屯した。昭和22年、1947年に、高槻市立、 第一中学校、昭和26年、1951年に、大阪府立島城高等学校、現大阪府立月の木高等学校が設置された。本丸跡にあたる月の木高校内には、高槻城跡の石碑が建てられている。高槻城は、主に4度の大規模な改修が実施されたと思われる。最終的な高槻城の規模は、 薬南北に630メートル東西に600メートルが推定される。堀の一部が残るが、開発が進み多くの遺構は失われた。建造物としては、木内の建造物を移築したものとして、城下寺町の本行寺門及び長井神社から門が現存する。また、田辺にある民家の蔵が、木内の建造物を移築したものであるとの伝承がある。大阪冬の陣 大阪夏の陣で豊臣勢力を駆逐した徳川家康は一国一条例を布告し、機内でも茨城城、三木城と多くの城が廃城となった。逆に西国を抑える目的で、東蛮から摂津の地域では拠点となる城を近代城郭へ整備している。これらの城は、不代大,大名が単独で実施した事業ではなく、抗議集築で、 全面的に城を築き直したと思われている。特に高槻城、天笠城、明石城に関しては、ついき、築時期が近く、城郭規模、後期など極めて似通っている点から、同一人物による計画であった可能性が考えられている。資料的に高槻城と東道高虎の関係を明示したものはない。しかし、その後実施される大阪城は、 東道高虎が集築したので、これら三条も東道高虎の手によって集築計画が立案されたのではないかと考えられている。江戸時代に日本を欧州に初めて体系的に紹介したオランダ商館長、エンゲルベルト・ケンペルは1691年2月28日、長崎から江戸に行く途中、大阪から森口、平方、橋本、淀ド、 京都の順に旅をし、昼食をとった平方から高槻を望み、そこに左側の方に地元の君主の白い城が大変美しく際立って見えたと記録している。かつて城域であった一部が現在城内町という地名になっており、そこに設置された郵便局は高槻城内郵便局という局名がついている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。